どうもこんにちは、なっちでございます。10月の17日土曜日です。昨日ね、突然ハロウィンの、情報が出まして、来週の頭からハロウィンイベントが始まるよという発表がありました。ソニアグランが転生進化しました。若返っちゃった。まあ、これが本当の転生なのかもしんないけどね、生まれ変わる的なね。まあ、実際には生まれ変わったわけではなく、この横にいるね、ミルちゃんがやったらしい。自分だけじゃなくて他の人のね、こう見た目というか若返っちゃうと、ある意味恐ろしい力を持ってました。さあ性能見ていきましょう。7コンボ強化3つに神キラー、そしてスキルにジンがつきました。ジンなかったんですよ。なんとジンがなかったんです。ということは、降臨のソニアグランリバースだっけ、あいつもそこそこ強くなってるということですね。まあ、こっちはスキルチャージがあるんで実質6ターンで打てたりとか、このウェイが気になるんだけどね、これね。1個だけあるね。リーダースキルはドラゴンか悪魔タイプ限定ですが、2コンボ加算がついてます。これは熱い。しかし軽減も回復倍率もないので、そこは注意してください。パーティーはこんな感じです。サブガチガチのドラゴンで相方はイディアルと。イディアルと合わせたらね、もう貴族性以外揃うんで、合わせるしかないですね、こんなもんね。ドラゴン限定にはなってしまいますけど、いいでしょう。片側軽減がないので、ラファエルとかデネボラで死にかねません。なのでここに金時がついてます。しかし遅延耐性がないのはやばそうだ。頑張りましょう。いやマジ両側軽減ないね、大変なんですよね。シュラって気を配んないといけなくてさ、いろんなフロアに。個人的には苦手です。ギミックが少ないとはいえね、スキルはたくさん欲しいダンジョンなんで。お、倒せる。水が残るかと思っていたんですが、倒せてしまいました。ファガンはちなみに7ターンかかります。ルシファーを超えても3、4ターンはかかります。大変です。まあでもファガンは言うてシンファと、あとあのスピカあるでしょ、でしか使わないと思うんで。逆になんかそれ以降こいつ仕事ないのやばいよな。無効換しかしないもんなこいつ。なんかもうちょっと使えそうなスキルをつけてくるべきだったかな。暗闇耐性ね、なんかいいのありますかね。あ、これは簡単だ。このタイプ好きなんですよ、上下列でいけるパターンね。個人的にはその何か一色を列で消して後を埋めるっていう組み方が好きでございます。ここジンがあって助かりました。おっと回復がない。ちなみに落ち込むもない。これはそうですね、水4色で出ちゃうよね、倍率はね。だから水と光なしでいくか。正直回復間に合わないと思うんですけどね、ワンチャン死ですよここ。コンボドロップでね、加算してるとはいえ、レオニスを一発耐えれるだけの回復力ありません。ソニアグランどっちか欲しかったよな。タイプ制限してんだからね、軽減か回復倍率どっちかは欲しかったよ。さあ今度こそお願いしますよ。そんな難しいことは言ってないはずですからね。てかこいつなら割合がないから最悪大丈夫。はい。ちゃんと作らねえんだな。まあまあここはいらん色を適当に消しておけばいいんでね。圧倒的ファクトが当たりなんだよなここは。レオニスとかやつマジ決め、あれを作ったやつが決め、機械だから誰か作ったんだろあれを。誰だよ。オロチの裏に山 G がついてるんですけど、これ溜まってもしゃあないんで一回ここで威圧しときます。ゼロコンボしちゃった。でここも真ん中が耐えてくれるとさらにスキルダメできますので耐えてほしいんだが、ぶっ飛びそうだな。さよなら、またお会いしましょう。ここでバルディターン使いたくないですよね。さすがにバカバカしいですよね、ここにバルディターンは。僕はそう思います。なのでソニアグランが弾
弾、スキルチャージが入っていない。弾。マジですか。バルディターンですか。今色があったらよかったんですけどね、すべて。まあ、しゃあないっす。ミストルテインが出る読みの、威圧そこで打つ読みの、バルディターン返ってくる読みね。言っても、ね、12ターンだし、返ってくるわ。で、ここでまたエンハンスが欲しくなっちゃうわけですよ。ただソニアグランさんはラファエルに向けて軽減を貯めていかないとそろそろいけませんので、これを最後にしたい。この次打つスキルは、金時の軽減であってほしい。あってほしいというか、それ打つしかないですからね。それ打たないと負けますからね。だから保険でファガンの裏が軽減とかだったら、よかったんですけど、ないんですよね、そんな便利なスキルはね。暗闇耐性持っててね。はい、ここドリオブ。どっちが出ようがドリオブ。あ、火なしでもワンパンいけるんだね。それは驚きです。勝ったこいつ。このペンギン硬すぎだろ。どう見てもカッパじゃないペンギンくん硬すぎだろ。昔のこのゲームだったら多分あいつ降臨キャラ並みに体力持ってるよ。それ以上かな。それ以上ありそうやな。歴流ぐらい体力持ってそうやな。三色ダンジョン前提の体力とかしてそう。威嚇返ってきますね。あ、いい感じじゃない。問題はそのミストルテインとカラダボルグどっちが出るか問題なんですよね。いや待って、イディアルが重い。イディアルが想像以上に重い。ミストルテインとかの前にトトソティがいるよね。唯一神キラーが入るであろうフロアがあるよね。マジ神キラーこのダンジョン腐ってんだよな。よし、そろそろ倒そう。パガン使います。多色はここで貯め直すって戦法が使えなくはないんですね。もしかするとファガンの出番ここで終わった説がありますから、シンファ出なかったらね。さあ神キラーぶち込んでいこうぜ。トトがワンパンできんのちょっと気持ちいいぐらいだからね。別にワンパンしなくてもいいからね。でも一人で行っちゃった。その火力は称えたい。いや、この武器好きなんですよね。アルバ武器好きなんですよね。もうどのパーティーにもつけたくなっちゃうてか、つけてる。すごい好きです。すごい性能好きなんです。見た目も好きなんです。さあ、ミストルテインでいいよ。おーのー、ミストルテインでよかったのに。あと2ターンかかるじゃないですか。ミストルテインの方が絶対いいもんだって。あ、でもお前威嚇入るんや。でもこうなってくると威嚇打ちたいのはあいつらなんですよね。メタルとかゴールドしてる奴らに打ちたくなってくるんで、こうなってくると。こいつは別にね、数ターンかければ倒せますから、2ターン耐えて、耐えて耐えて、イディアル使って倒したい。自分でロックしてるからそのルーレットもそんな脅威じゃないっていうね。ちょっと可愛らしい一面もね、こいつ持ってるんですよね。はい、イディアル使います。これ理想のパターンだな。リダチェンは結局だるいし、ゴールド来ても今回軽減が片方ないから、エンハンスをね、使いたいなと思っていたんだけど、ソニアグランを削るわけにもいかない、どうしようどうしようと思っておりましたが、やはりカラドボルグは全てを解決する。闇になれ。で、ここもあえて追い打ちを組まず、一旦稼いでね。硬いね。君は君で硬いんだね。これはなんか、勝てそうな予感。はい、根性まで行った。ここも可愛いんですよ、こいつ。発狂しないのがね、優しいですね。起死回生狙っちゃってるんですね。で、この時代でまさかのそのコンボ吸収っていうね。そこで9とか10やったらまだわかるけど。なんか優しいんだよな、あいつ。はい、来た。威嚇しちゃうぜ。オッケーオッケーオッケー。理想の流れです。で、次のフロアは、ファガン溜まったー。いらねえ。
ちょっと使っとくか。シンファの時に裏が溜まってたら一番気持ち悪いんで、ここで一回使っとく。え、使うこともできんのこれ。空打ちできんの？キモ。それはキモいっす。とりあえず金時貼っとく。で、闇めっちゃあるんで、バルディターンでエンハンス。ここで全体入れてドカンとやっちゃいましょう。なるべく L 字ね。バルディタンク L 字持ってますから。ただこれさ、火力上さ、一人じゃ倒せないんだよね。こいつら。耐える可能性はある。ほら、ちょい耐えるんだよ。そういう腹立つね、調整がされてるんですね。まあ、ただここで火の全体があるんで終わりだ。お前らは終わりだ。よし。とりあえず一番怖かったラファエルもなんとかなりそうだ。闇の数字の数よ。何桁あんのよ、あれ。こいつなかなかめんどくさいよな。待って、欠損してる、欠損してる。ありえん、ありえん、ありえん。ここでの欠損もありえん。ETR しばらく使うタイミングないですよね。覚醒無効飛んでこないよね。ここで陣容が起きちゃうと、いろいろめんどくさそうなんで。お前だよ、マジ。ファガンとかいうやつ。割とこいつの性能僕嫌ってなかったんですけどね。ちょっと空打ちできないのはあかんわ。まあ、回復力も上がるしな。イリアル使えばな。よし。よしじゃないんだよ。ファガンがマジやばいんだよ。これシンファ来たらどうしてくれんのってくらいやばいんだよ。あ、でもあれか。ジャスティスでもファガンは必要か？その可能性が出てきましたね。そんな気が今してきましたね。なんか無意識に L 字が入った。で、こいつワンパンいける。いけちゃう。18回で、出なかったじゃない。どうすんの、お前。これもうなんかちょっと溜めたい気持ちもあるけど、早々に突破しないと、ファガンが、あのおっちゃんにずっと気を使いながら生きていかないといけない。我々。12ターン。まあ、意外と余裕はあるか。ちなみにお邪魔は100ではありません。倒しに行きますよ。理想はルーレットとか全て消してから突破だったんですけどね。まあ、しゃあないっす。でもシンファ来るんだったら来い。4ターンあるんだから耐えることはないはず。エリスの奇跡はもうあるんです。早く進化してください。若干奇跡で死にかけてる人がいます。危ないです。まあそりゃエリスでしょうね。そりゃエリスゲットでしょうね。さあ、シューミンだった。いよいよファーガンの出番はなくなった。コンボ加算として最後頑張ってもらうぐらいか。ここどうすんのよ。これ可能な限り回復って感じ。回復出したい、回復出したい。2コンボ。痛い。すごくやばい、すごくやばい。威嚇は入らん。イディアル使って回復アップありやな。まあ、意外と悪くない。意外と悪くないよ。12コンボいったよ。回復力いいね。硬い。すごく硬い。もう金時いらんと思ったけどいるわ。最後欲しいわ。でもそれは陣容下にやってもらう作戦もありだから、ちょっとここエンハ欲しくね。でも2倍じゃどうにもならんか。バルディターンなのか。バルディターンのこの裏はたまることないだろうし、バルディターン行くか。こいつもきっとね、単線発狂だと思うので、早めに手を打たないと取り返しがつかない可能性あり。どうだ。ああ、いいね。その感じで減ってくれんならいいね。てか、ルーレットがありがてえ、普通に。欠損がないのがありがてえ。円幅消えちゃったけど、倒せる。オッケー。来たぜ、メノワちゃん。ここはね、貯めたい。いろいろ貯めたい。しかし、あと5ターンで、ヤマジーが溜まってしまうので、ここは威圧だよな。さすがに金時が残ってるし、
溜まる前にいいやつだな。まずはどんなもん減るかチェック。イデアルは7か。で、イデアルってスキルチャージあったんや。今知ったわ。なんかさ、重たくないって思ったんだよね、スキル。やたら。スキルチャージがあったからか。それは知りませんでした。今知りました。いや、減るね。パワーブレイク全然仕事してなくない？めちゃ減るやん。あ、でもそこのパワーブレイクはナイスだわ。そこのパワーブレイクをしてくれたおかげで、ここで火力出すぎましたってことはないと思います。いい流れ、いい流れ。ちょっとね、この回復追いついてないんじゃないのっていう流れも、ここの威圧で一回解決しますから。暴圧ぶち込んじゃって、バルジーターも帰ってくるし、いいんじゃないですか？ただ今回はその無効貫通で突破とかできないから、ちみちみ削っていくしかない。単色パーティーの場合はね、火力を一気に出す手段があるんで、それで解決するんですけど。待て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 。危ない危ない。もうやめておこう。あと一回のパズルでもう勝てる。できればね、スキルチャージ入れて陣容が貯めたかったんですけど、そんなことしたらくたばっちゃうんで。バルディタン帰ってくる。よしよしよし。とりあえず、今日も元気に進化ごめのは。こんにちは。おい、お前マジでさ。これはジャッジメントは貯めたくなったな。いやー、いろいろめんどくせえぞ。これだってイディアルの火が入らんわけですからね。しかもあれじゃん。割合来たら終わるやん。おい、チンポコどっこいしょだろ、こんなの。金と木を使っ、いやでもけ、いや、いけるな。色さえあればいけるな。金と木使って軽減も張りながらの、いや、それで耐えれるかわからんけど、200% とかだっけ？わかんないな。理想としては、金と木を使いながら、2発でこれを貯める。で、それで半分。いや、半分いかないだろうな。でもなんかさ、最初に割合引いてさよならは悲しいじゃん。金と木は使うわ。とりあえず。これでどんなもん入るか、まずは検証ですよ。いや、理想としてはね、25% ぐらい削ってほしいんだけど、そんなうまいこといかんでしょう。はい、いきません。で、欠損します。イディアルを使うのも検討です。使いましょう。使ったとこで状況が変わるとは思えませんが、ここでバルディーターンを切ってればもしかすると25%ぐらい与えて、ワンチャンあったのかもなっていう、っていうだよ。まあ、とりあえず仕方がない。ここはいいや。普通にパズルするわ。仕方がないで済ましたくないけど仕方がない。落ち込んでね、めっちゃ火入って、おーめっちゃ削ったもないから、いや硬いです硬いです。ずっとスターバーストしろよお前。シケリアストライクみたいなのやんなよ。いいねいいねいいね。いいけどミッキーマウスが溜まってるじゃないですか。やっぱあれなんだよな、イディアルが吸収されちゃうと全然減らないんだよな、こいつ。どうしたらいい？どうしたらいい？マジ。教えて。ファガンとかいう何もしてないやつどうにかして。いい感じじゃない？でもなんか。あ、ここで欠損したか。しかしイディアルはミッキーが溜まってしまっている。ここの欠損マジ怖いんだが。これ使ったとこで意味ないしな。何もないことを信じます。何もないことを信じています。ああ、そうか、それか、それか。なるほどね、状況は変わっ、ね、なんで欠損してんのマジで。ありえんくない？なんで火一個も降ってきてないの？ありえんくない？多い多いだよこれは。これはウンチングゲームズやろう。
二色欠損が2回連続で発生するってどういうことですか？なんとか耐えている。なんかさ、ワンチャンない？本当に割合さえ引かなきゃワンチャンない？これちょっと怖いからミッキー使っとくね。一旦回復しとくね。これ光2コンボ入るから割と厚いダメージが入りそうよ。これで半分いってくれるとすごく嬉しいんです。いかない。できれば火消したくないんですけどね、この時ぐらいはね。頼む、半分いって、半分いって、神妖画の副属性頑張って。色なかったんか今の。あ、色ないわ。死んだかもしれぬ。もはや知れぬではない。てかさ、グラン帰ってくんの遅っ。回復を全力でしていこうのコーナー参ります。これでもかっていう回復をね、捧げましょう。割合は引かなかったね、とりあえず。なるほどな。なんかワンチャンあったよな、でもな、マジ。その欠損さえしなきゃワンチャンあったよな。途中そのビクトリーシンドロームを受けてないのに二色欠損とかあったから、それさえなきゃ半分いってて、バルディーターンからのジャッジメントで。でもまあそれ打ったとこで一回耐えて割合来たら負けなんですけどね。まあ、ここにもうちょっと役割持たせるべきだったな。あまりにもこの人の仕事がなかった。いや、火力は出してくれていたと思うんですよ、しっかりね、だと思うんですけど、後半何してたのあんたっていう話だから、まあそこですかね。てか、キメノアとかやつで、ソニアグランなんですけど、ハロウィンドルガーがね、なかなか相性良さそうだったんで、ドルガーが出たらまた使いたいと思います。その時は勝ちましょう。今回は悔しかったな。はい、ということで以上ナッチでございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。